こっちを見ている。よいしょ。よいしょ。はい、はい。はい、ジャン君、おはようございます。おはようございます。ポンちゃん、ポンちゃんもおはようございます。今日はすごい寒いっていう話なんですが、もう早起きしてですね、もうお風呂にも入っちゃったパパです。これからまた皮膚科に行って帯状疱疹の経過報告と、また病じゃない薬を多分もらいに行くと思います。8時半なので15分前に出ないとダメかな。歩くか。自転車っていう、手はあるんだけど、せっかくピクミン飼ってるから歩いて行って帰ってこようかな。帰りが辛いかな。いいか、ちょっと考えます。ジャン君、はい、ジャン君、クロケンパパの帯状疱疹は治療終了です。すごい、もう治ったよと言われました。早いです。ただ、発疹はまだ残っているので、うん、これを軟膏で抑えるのと、あとは神経痛になりやすいんだって、後遺症が。でそれをビタミン B12 っていうやつで、錠剤を15日分かな、2週間分ぐらいもらったかなという方。15日です。そうです、15日です。はい、それを飲んで、あとはビタミン B12 っていうのは何に含まれているのかを調べて摂取してみるのもいいかもね。そして、なんかね、水疱瘡はヘルペスらしいんだけど、それを、ウイルスをこう除去する薬は明日まで残っています。明日全部飲んだら終わりです。そしてポンちゃん、ポンちゃんにもご報告、クロケンパパの帯状疱疹、同じこと言ってどうする。ポンちゃんとマオイママさんが健康で、クロケンパパとジャン君が病気です。でも治ったけどね。そして東京に行かなきゃいけないような、その神経をすり減らすやつはしばらくないので、さあもうこれで大丈夫。ジャン君のストレスもなくなるよ。なくなるよ、ポンちゃん。この間、留守番の時にポンちゃんが、あー、ノーって言ったのは、あれは何だったの？ポンちゃんも、寂し泣きするようになったの。見つめられてる。なんだか、こっちを見ている。よいしょ。ポンちゃん、はい、はい。じゃあ、おやすみなさい。寝ようね。